おぜ国立公園の木道を直したい。この思いをまずは知ってもらうことが大事だと思い、2022年5月23日、おぜぼっかの YouTube、ジャパニーズポーターを開設。YouTube の内容は、2022年のおぜ国立公園の出現の情報や、7名のぼっかさんたちの生き様などをコンテンツ内容として配信してきました。 牧歌シーズンが終了して、YouTube の視聴者から、オゼの木道を直すための協力者、プロジェクトメンバーを募り、オゼの木道を直し隊計35名が結成されました。オゼの牧歌さん7名プラス、オゼの木道を直し隊でクラウドファンディングページを作成。クラウドファンディングページに、このプロジェクトを応援してくれる 尾瀬を利用しているガイドさん尾瀬が大好きな人たちにもコメントをいただきご協力をお願いしています急遽、尾瀬の木戸直したいを結成しましたが12月から1月の22日今日までいろいろなことを会議してきましたそしてその尾瀬の木戸直したい で資料を作ったりチラシとポスターのデザインをしたりでそのチラシとポスターをこれから多くのところに配るということも今後していきますそしてこのページをしっかりとまとめることが大事だという話にもなりジャパニーズポーターオゼの木戸直したいのホームページも作りました概要欄からチェックお願いいたします このプロジェクトがここまで大きくなったのは、この YouTube のことを視聴してくれている皆様のおかげだったり、尾瀬の木道を直したいと思ってくれている多くの方がいるから、このプロジェクトがやっとここまで来れました。本当にありがとうございます。さあ、いよいよ1月23日明日の朝、 8時からこのページが公開され3月23日夜11時まで1300万円の資金を集めるプロジェクトが始まります尾瀬の木道を修繕し尾瀬国立公園の自然と登山者の安全を守るためのクラウドファンディングですご不明な点がございましたらホームページの お問い合わせからメールアドレスが載ってありますのでそちらからご連絡お願いいたしますオールオア・ナッシング1300万円が集まらなければ0円となり寄付をいただいたお金は全て返金いたします皆様のご協力が必要ですご支援よろしくお願いいたします